僕の名前は山口渚。渚、焼きそば買ってきたよ。いいね、やっぱ海は最高だ。友達と海に遊びに来た青春真っ盛りの高校生だ。僕は生まれてこの方は病気とは無縁の健康体。まあ、海で食ったらなんでこんなにうまいんだろう。やっぱ焼きそばにはマヨネーズだな。健康だから飯がうまい、健康だから灼熱の太陽も愛せる。しかしそんな時、渚、お前どうした、やばいぞ。え、なになに。何の前触れもなく全身が赤く腫れてしまったんだ。さらには頭痛やめまいに襲われて、ああ吐きそう、やばい。強烈なクラゲに刺されたとかかな。どうしよう、これはやばいって。救急車、救急車呼ぼう。僕はそのまま意識を失い病院に搬送された。病院の診察で信じられないことを医者が言った。お子さんは世界でも稀なケースなのですが、日光アレルギーの可能性があります。え、何ですか、日光アレルギー。なんと僕は太陽の光にアレルギーがあると言われたんだ。日光アレルギー、もしくは光線過敏症、これは皮膚が日光に対して過剰に反応してしまう病気で、普通の人なら問題ない量の紫外線でも異常な皮膚表情が発生してしまうんだ。日光アレルギーになると太陽の光を浴びるだけで皮膚に発疹や炎症が起きてしまい、広範囲の皮膚が侵されたら湿疹やめまいといった全身症状まで。太陽が弱点なんてまるで吸血鬼みたいだよな。そんな、今まで何ともなかったのに。日光アレルギーは花粉症のように突然発症する場合もあり、いつどれだけの紫外線を浴びると発症するかは誰にも分かりません。おいおい、太陽なんて世界中どこに行ってもあるんだぞ。それがアレルギーなら生きれないだろうが。こうして僕は重度の日光アレルギーとして生きることになった。おいおい、日焼け止めがいくらあっても足りないぜ。とにかく紫外線を吸収してはいけないので、外に出るときは日焼け止めを塗りたくり、常に長袖で生活。しかし最初の方は対策が甘く、またじんましん、意識が、どこかで太陽光に当たってしまい失神、もはや生活が成立しない事態に。反省した僕は、もう日光で失神するのはゴリゴリだ、家も含めちゃんと対策しないとダメだ。家の中で日光を浴びてしまうと外に出る前にダメージが蓄積する。自宅は完全な状態にしておけば少しは持つはず。まずはカーテンを UV カット加工に総入れ替え。父さん、そっち張り終わった？ああ、日光が入ってくる隙はないはずだ。家中の窓には紫外線カットフィルムを貼り付けて厳重にガード。これで家の対策は完璧だ。学校へ登校する時も日焼け止めを塗りたくった上に全身真っ黒。おはよう。お前本当大変だよな。はっきり言って奇妙なやつだけど、俺は徹底的な対策をやり抜いた。しかし学校に着くと、なんか目がゴロゴロするな。渚、目すごいことになってるよ。え、目。どれだけ日光に気をつけても今度は日焼け止めを塗れない目まで充血して腫れ始める。角膜に紫外線が入って炎症を起こしてしまったのだ。心を折らずに必死に戦ってきたのに、こんなのあんまりじゃないか。絶望した僕は学校に行かなくなり、家に引きこもるようになった。外に出たい、みんなと遊びたい、学校に行きたい。空から常に降り注ぎ、地面からも反射している日光、それを完全に浴びないなんて不可能だ。しかしそんな時、友人が心配して家に来てくれた。なぎさ、大丈夫か。俺たちも手伝うから頑張ろうぜ。なんか方法あるだろ、きっと。みんな、こうして僕は日光を避けながら外に出る方法を再び模索することになった。皮膚を一切さらさない衣服に有名人みたいなサングラス、 UV 加工された黒の日傘は地面から反射する日光も吸収する。とても登校中の高校生には見えないけど仕方ない。日照量が多い10時から14時はそもそも外に出ない。昼の12時に集合？それは無理だな。太陽がギラギラしてるからな。吸血鬼にでもなった気分だけど、危ない時間や天気を知っておくのはすごく大事だ。そうやって自分の病気に立ち向かった僕は、周囲のサポートもあり、重度の日光アレルギーをコントロールできるようになった。日光アレルギーは花粉症のようなもので、いつどんな風に発症するかはわからない。世界的にも珍しい難病で、日光はもはや毒。ものすごい対策が必要になってしまうんだ。でもね、僕みたいな日光アレルギーじゃなくてもさ、日光に当たりすぎると皮膚がんや角内障の原因にもなる。紫外線対策はしっかりした方がいいけどな。